日ごとの糧、2024年11月2日、主はおのおのにその正しい行いと忠実さに従って報いてくださいます。今日、主は私の手にあなたを渡されましたが、主が油を注がれた方に手をかけることを私は望みませんでした。サムエル記上26章23節。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時、おのおのは神からお褒めに預かります。コリントの信徒への手紙、第1、4章5節。このサムエル記の上の後半の部分というのは、ダビデに対して、まあ、新しい王ですね。ダビデに対するサウル王の妬み、そして殺そうとする、こう、企てというのが、ずっと書かれてるんですね。大変なんというか、醜いと言いますかね。まあ、ダビデが王として選ばれたことをサウロは決して受け入れることはできない。ね、むしろ妬み、何度も殺そうとするという出来事が書かれています。まあ、それ自体、とても醜い出来事だと思いますけれども、まあ、多勢に無勢の状況の中で、ダビデはこっそり、サウロの部屋に入り込んで槍を持ち出すんですよね。まあ、その前にもダビデは、サウル王の衣の一部を切り取ったりしてるんですけれども、まあ要するに、ダビデがサウル王を殺そうと思えば、何度か殺すことができる機会があったっていうことなんですよね。でも、ダビデはそれをしませんでした。衣の一部を切り取ったことさえも後悔し反省してるんですよね。ダビデは神様が立てたサウル王がどれほど愚かだとしても、自分の命を狙うほどのことをしているとしても、復讐を考えず、神様にその裁きと言いますか、をお任せしてるんですよね。パウロの言葉を借りれば、先走って裁いてはいけませんという言葉が出てますけど、その言葉に従って行動していたということになります。怒りに任せて報復するとか、相手が殺そうとしたんだから殺しても良いはずだと、まあ、あんまりこう安易な考えで、その自分なりの裁きを断行するというのは、とても危険なことだと思いますね。裁くことができるのは、実は神様だけだからです。主はおのおのに、その正しい行いと忠実さに従って報いてくださいます。今日、主は、私の手にあなたを渡されましたが、主が油を注がれた方に手をかけることを私は望みませんでした。この人もあの人も、イエス様は十字架にかかって死なれたほどの人だという意識を持って互いに尊敬し合うと言いますか、受け止め合うと言いますか、そういう姿勢が育つといいなと思うんですよね。今日も良い一日になりますように。